定期券ウェブ予約サービス通学定期・新入生編新入生の皆さん入学おめでとうございます定期券ウェブ予約サービスについてご案内いたしますまず予約前に準備しておく必要書類は通学証明書または市バス地下鉄の定期券は合格通知と住所確認書類でも OK 事前に準備した書類をスマホや PC に保存 健康保険証等の画像は定期券を使用される方の名前、住所、生年月日などの情報のみとして、それ以外の情報は見えないようにマスキングをしてください。マスキングの具体例。健康保険証などの記号、番号、QR コード。保護者などの氏名。臓器提供に関する記載。 パスポート、運転免許証の番号や、本人以外の情報、マイナンバーカードは表面だけで OK。予約サイトでは、新入生の方はこちらを選んで、アンダー15定期券の場合は通学を選んでください。予約する定期券の種類を選んで、それぞれの画面案内に従って、必要事項を入力してください。 ピタパカードご利用のお客様へピタパカードにはすでにカナ大文字の声明が登録されています英字、ローマ字で入力された場合指名データが不一致となり定期券を発行することができませんご注意くださいこの画面で保存しておいた必要書類の画像をアップロード予約が完了して原則24時間以内に承認メールが届きます 予約番号を控えて最寄りの自動定期券発売機で予約番号、生年月日を入力、予約内容を確認、最後にお支払い方法を選びます。イコカ定期の新規購入の場合は、紛失時に使用する暗証番号4桁を設定してください。定期券購入が簡単、スムーズ、 通学証明書等の書類に通学区間などが正確に記載されていることをアップロード前に再度ご確認くださいアップロードされた画像で通学定期の発行要件が確認できない場合は再度 Web 予約をお願いすることになります